久保さんが素直じゃなくなかったらいまだに借金まみれであのー、なんだマージャン店やってたかもしれないですねまあ、今回はね取り入れるってことですね吸収するっていう吸収するうんあのー、いいものいいなと思ったらすぐ吸収するいいなと思ったら吸収するってことですだからまあ今度はね僕 iPhone 13 買うんですけどもいいなと思っったらすぐね取り入れるっていう、ね、でもなんかみんなね、いやでもちょっとなんかあの難しそうとかね、なんかちょっとフィルタリング挟むじゃないですか、でもいいなと思ってるんですよ、や,りてやってみたいなと思うんだけども、でもそこになんか時間がとか難しそうとか、なんか余計なのを入れるんですよ。じゃなくてそこを全部取っ払って、自分がやってみようと思ったらすぐやるってことです。やってみよう、じゃあやる。これを このサイクルをね、習慣化するっていうことが非常に僕は大事だと思います。買ってみたいなと思ったら買ってみるってことですね。うん、ただもちろん、あの、お金を払うときはね、まあ悩むのは仕方ない部分があるんだけども、もう僕もね、今度はチャリンコで30万ね、買いますけども、まあ悩みましたよ。でも買いますよ。だけど、それをできるだけイコールにすると。うん、別にその高いものであるならば、まあ悩むことは仕方ないと思うんですけども、例えば安い商品。 とかね、あのじゃあちょっと本,本とかね、ブックオフとかで100円とか200円で売ってんだから別にいいなと思ったら買えばいいんですよ。そう。まあ、この前も僕本30冊ぐらい買ったんですけど200円ぐらいなのでね。あ、これ読んでみ,てみようと思ったらすぐ買うっていう。どうですかそれお金があるからできることですか別にお金がなくても200円ぐらいの本買えるでしょ。200円の本が買えないんだったらそれは申し訳ないけどもちゃんと働いてほしいですね。 200円ちょっと無理です。みたいな。億万長者になりたい。成功したいのに200円払いません。みたいな。200円の自己投資ができません。自分を成長させる学びのお金は払えません。みたいな。はっきり言って、あのじ、じ一食ぐらいね、抜いても死なないので、一食抜いて本200円の買えとは僕は言いたいですけどね。ね、そうじゃないですか。お菓子買うの我慢して200円の本買えようと。うん。なんか、そこにお金は払わないんだけど、あの、 ジュースとかね、ビール買ったりとかしてると思うんですよ。金ないいながらね。多分 <laughs> いや、別にいいんだけども、ビール飲,む飲んでる、飲んでもね、給料上がんないよと。<laughs> まあ、美味しいですからね、お酒ね。いいんですけどね。うん。はい。いってらっしゃい。